始まりました。村瀬先生のぶらり歴史歩き。この番組は東進ハイスクールの人気講師村瀬先生が古地図を片手に今と昔の街を見比べながらぶらり歩き。前回に続き舞台は四天王寺。天王寺の地名の由来ともなった歴史深い四天王寺の街を深掘りします。上町台地の西にある天王寺七坂、そこに大阪市内で唯一のが、そして生玉公園にあった驚きの観光施設って、何ですかこれ。さらに四天王寺建立に欠かすことのできなかった世界一の会社とは。世界一会社、それではぶらり歴史歩きの始まり始まり。大阪平野って言うじゃないですか。言います。でもね、大阪には本当に実は、はい、いろんな坂道とかね、うん、そんなんがあって、ちょっといきなりですけどね、はい、大阪の地形を本当に体感できる場所がこの辺りにあるんですよ。体感できます。ちなみにね、はい、天王寺の七坂って聞いたことあります？いや、ないですね。あ、ないですか。七坂って言うんですね、うん、大阪の中心部を南北に走る上町台地。その西側の斜面に天王寺七坂と呼ばれる7つの坂があるんです。まず最初に訪れたのが清水坂。清水といえば何をイメージします？清水といえば清水寺、うん、ですよね、はい、どこにありましたっけ、都道府県。京都ですよね。でもね、うん、ここにも実は清水寺があるんですよ。ないですいや昔の絵巻を見てみると、これが清水坂なんですよ、はい、でこれが清水寺なんですよ。うーわー全く一緒じゃないですか。いや、そうなんですね、ちゃんと舞台があるっていうことで、はい、京都の清水寺に習って、はい、大阪にも実は清水寺っていうのがあるわけなんですよね。ということで2人は清水坂を登り清水寺へ。さあ来ました。とこでしょう。開けてますね。まさにここなんですよ。清水寺舞台って書いてますけど、まさに舞台でせり出してるでしょ、はい、ここに立ったら、はい、まさに上町台地ってあるんやなって体感するでしょ。まさに体感してます。今高台に立っている気分ですでちなみにね、この清水寺なんですけど、はい、大阪市内で唯一のものがあるんです。それはズバリ何でしょう。ヒントください。上町台地ですよね。上町台地。台地ということは、はい、高低差がありますよね。はい、はい、唯一あるものは何でしょう。坂から生まれるもの、うん、けどこの動きなんなん高低差をイメージして、うん、気になる正解は、正解は、はい、大阪市内で唯一と言われる滝があるところなんですよね。滝がありますね、はい、この玉出の滝は大阪市内唯一の天然の滝でパワースポットとしても知られているんです。ちなみにね、この滝の水ってどっから来てると思います？大阪城とか。ちょっと距離遠いな。あ、遠すぎました。でも前回行ったところといえば、四天王寺ですか。で、四天王寺のご本尊がある建物が本堂ですよね、はい、その下にある池の冷水が地下に染み込んでここから湧き出してるって言われてるんですよ。へー、だからめちゃめちゃありがたいお水なんかもしれないですよ。お水なんですね。さあ、続いての坂なんですけども、はい、それがこちらなんです。はい、
い。この坂の真言坂って言うんですけど、はい、真言ほにゃららってなんか社会科の授業で聞いたことないですか？よく聞いてました。真言宗とか。そうですよね、真言宗っていう、まあ仏教のありますよね、はい、ちょうどこの辺りに真言宗のお寺さんがいくつかあったから、この坂のことを真言坂っていうふうに言うようになったそうなんですね。へー。で今はまあこれぐらいの傾斜の坂なんですけど、うんうん、かつての資料なにわ百景って言うんですけど、あの少しジェットコースターですね。いや、まあ、これ正直、はい、絶対誇張してるとは思うんですけど、確かに、うん、でもこれぐらい誇張されるぐらい、うんまあ、急な坂やったんかもしれないですね。そして真言坂をずっと登っていったところにあるのが生玉神社。その通り、これが生玉さん、有名なあるわけなんですね、はい、じゃあちょっと上がっていきましょうか。はい、はい。ということで2人が向かったのは生玉神社。生玉さんの愛称で知られる神社で、境内には芸能上達や建築、さらに商売繁盛の神様など摂社もある、とてもありがたい場所なんです。ここからはゴンネギの中村さんに話を伺います。まずこちらちょっと鳥居の前なので、お入りいただくとき一礼していただけたらと思うんですけれども、はいはい、この鳥居ですね、まあ、石の鳥居ですけど、裏の方に、まあ、神社では奉納と言いますけれども、はいはいはい、寄贈者の名前がここに彫られてますので、またご覧いただければと思うんですけれども、うん、誰もが知る人物が寄贈されたってことですか？そうですね、まあ、あの大阪を代表する企業さんですね、それのうちの方が寄贈されたということで。当ててみる？なんぼ、めっちゃ無理です先生。これは無理じゃないですか。鳥居という音に注目していただいたら。ヒント出すお上手ですね。まあ、答えみたいなもんかもしれない。いやいや、サントリー。はい、正解です。やった、はい、まさかです。 お名前がですね、はい、まだあの株式会社ことぶき屋という時代のお名前ですね、うん、飲んでいただいたらね、一部がこういう風な形になるということも考えられますので、はい、はい、ほんまにゴンネギさんなんですね。あ、そうですね、はい、めちゃめちゃ上手。いやいやいや、二人はお参りを済ませ、ここからは神社の歴史について伺います。この生玉神社、まあ、よく生玉さんと呼ばれますけれども、あの何の神さんかっていうのは皆さん結構ご存知でないこと多いんですね。そっか、でもあんまり意識したことないよね、はい、そうですね。で、まあ、あの天神さんとかですね、菅波水種公とか勉強の神様とか分かりやすいですし、まあ、住吉さんっていうとなんとなく海の神さんなんかなというふうなイメージがありますけれども、まあ、この生玉さんっていいますのは、はい、まあ2つ大きな特徴がありまして、まあ、1つはですね、まず大阪で一番古い神社っていうことなんですね。でそれはまあ古事記とか日本書紀によりますと2700年ぐらいの歴史があります。2700年、今なんですね。そうですね、そうなるよね。2000だって22年やから、はい、要は0年よりも歴史あるってことよ、はいはい、さらに昔ってこと、はい、実在するんですよね。そうですね、でしてますよね。まあこれはあの日本で一番古いとされている書物のですね、そこにですね、神武天皇というですね、初代の天皇が日本を統一されましたよという物語が載っています。でその方がまさしく即位されるまではまあ神さん的な方で、即位されてから人間のまあ天皇の第一代目になられたというところで、日本の歴史というのは現在までつながっていっているというところなんですけれども、その神武天皇がお祭りされた神社として、まあこの生玉神社というものがあるんですけれども、一つがその時がだいたい2700年ぐらい前のお話になります。その初代神武天皇が国土の平定安泰を願い、生島の神、樽島の神を祀ったのが始まりとされています。2700年前っておっしゃったんですけど、はいはい、この場所で、はい、この土地にあったんですか？ね、これは実は引っ越ししてるんです。引っ越し、はい、めっちゃいい質問や。ふと降りてきましたね。じゃあどこにあったと思われますか？海に近いところとか。海に近いところなんですけれども、はい、ですね、実はこの今生玉神社がありますところは大阪の谷町9丁目とか上本町という言われる場所ですね、はい、で結構近くてですね、そこから、まあ3キロほど先でしょうかね、うん、現在の大阪城があるあたり、はい、あのあたりがもともと生玉神社の古地だったんですね。
今の大阪城のあの辺りにもともとはね、そうですね、あったんですよ。あったんですか。実際に古地図を見るとこのように現在の大阪城付近に生玉社と表記されています。その後豊臣秀吉の大阪城築城に際して現在の場所に移築されたんです。さまざまな歴史を感じられる生玉神社、ぜひ訪れてみては。さあ生玉さん、はい、お参りした後なんですけど、はい、そのね、ほんとすぐ近くの公園なんですが、はい、ここがね歴史感じられる場所なんですよ。本当ですか。すごい現代的な公園で野球とかできそうなねグラウンドなんですけど、はい、ちょっと行ってみません。行ってみますよ。はい、これこっちなんですよ。ですか。高層マンションとか見えますけど、ね、一見普通の公園なんですが一体どんな歴史があるのでしょうか。ここにかつて、はい、こんなもんがあったんですよ。どんなもんが、何ですかこれ。これね、富士山型の展望台、はい、展望台。そう、あのね、実はねこの界隈っていうのは、はい、これ明治時代の頃っていうのは、うん、大阪でも有数の行楽地やったんですよ。この辺りが。そうだから多くの人がやってくるんで、はい、じゃあここに観光の目玉的になるような展望台作ろうや、って言ってなんと18メートルもの高さの、高いでしょ、大きいですね、展望台作ったんですよ。でこの展望台、はい、どれぐらい長く続いたと思います。でも10年くらいは。10年か、結構短いね、はい、いやでもこれなんとね、はい、1年ぐらい1年でね閉鎖されちゃったんですよ。あ、そうなんですか。だから初日とかにはすごいたくさんの人が来たんだけど、はい、維持費とか考えたら結果的には採算が合わなくなってしまって最終的に1年足らずで閉鎖されてしまったっていうようなそんな悲しい展望台、これがあったとこなんですよね。そうですね、なんかあんま長くあるような感じが写真からしなかったのでいいとこ見てますね。そしてこの生玉公園にはもう一つ歴史を感じられる場所が。実はこれなんですよ。これですか。これですか。うん、一見パッと見てもようわからんでしょう。そうですね。これが昔あるものとして実はここ使われてた場所なんですよ。公園の下、うん、地下ですか。お、地下室。何に使った。防空壕とかですか。正解なんですよ。そう、ちょうどね実は太平洋戦争の頃にやっぱり大阪って人口も多かったですし、やっぱりこう空襲のターゲットになることもしばしばあったんですよね。だからその時に各地に防空壕っていうのが掘られたんですけど、はい、そのうちの一つがこちらやったんですよ。ここにあったんですね、うん、ちなみに内部の広さはおよそ200平米、テニスコートぐらいの広さがあったんだそう。このように改めて歴史を再認識できる場所が身近にあるので、皆さんもぜひ。2人は再び四天王寺の近くへ。さあ、いよいよ最後なんですけど、はい、すごい場所があるんです。すごい場所ですか。今までもすごかったですけど世界一、それがこちらなんですよ。じゃーん、金剛組。実はこの金剛組、はい、世界一ほにゃららな会社。世界一どんな会社でしょう。世界一、はい、強いなんとこの金剛組世界一古い会社なんです。今世界にたくさん企業会社ってあるでしょ、はい、その中でも一番古い会社がなんと日本にあり、なんと大阪にあり、なんと天王寺にあるんですよ。なんとここに。そう、こちらの金剛組、創業はなんと578年、1400年以上の歴史を持つまさに世界最古の企業なんです。聖徳太子が四天王寺建立にあたり、朝鮮半島の百済から3人の交渉を日本に招きました。
その中の一人が初代の当主金剛重光なんです。ここからは金剛組の会長刀根さんに話を伺います。世界一古い企業だと伺いまして、もう単純に刀根さんで何代目なんだろうなと思ったんですが、創業家がですね、社長としてやってたのは40代までです。2000年代に入りまして少し経営がね、ありましたね、危なくなりまして、2006年に高松建設の支援を受けて、その傘下に入って、新生金剛組として再スタートしたわけなんですけども、ちょっと会長いいですか、はい、このね、一回残念ながら金剛組さんちょっと会社傾きかけたんですよ、この話がめちゃめちゃすごいのよ。ちょっとお聞かせいただいていいですか。当時ね、私も高松建設にいたんですけども、当時の会長がですね、やっぱり大阪の同業者としてね、見過ごすわけにはいかないと、歴史もあり技術もある、そういう国宝的なね、会社を潰すと、一旦なくなるともう元には戻らんと、なんとか支援しようということで支援の手を差し伸べたということです。いや、だから本当にもう同業の高松建設さんが、いやもうこの技術がなくなるのはもう損失やって言って支援に名乗り出て存続したんですよ。ライバルでもある企業に救いの手を差し伸べるっていう、もう大阪ならではの義理人情の感じ、ですよね。感じですね。ここで金剛組の歴史が分かる系図を見せてもらいました。今で22代目会長、ここ行き止まりです。ここですね。これすみません、あまりにも長すぎて僕映ってます。でそこの出だしにですね、578なんかこう変えたるでしょ、四天王寺、金龍寺、金剛重光、そうですね、四天王寺さんのいろんな言い伝えとかで、弊社は578年やなと認知していただいていると。続いて宮大工の技術を見せていただきました。これはですね、一つの材木をつなぐ、要するに長くする継ぎ手という仕口の、いろいろ種類があるんですけども、これをこう合わせて、グラグラですよ、グラグラなんですけども、これでこれ切りますけどな、これだけで、面でちゃんとで、これをね、首で止めちゃうとさっきのような錆とか、周りも傷むのもあるんですけど、一旦緩んだら締めようがないんですね、だんだん年数で緩む。ところが木線ですと叩いていけばいいんです、緩んだら。で今度回収解体するときはこれ引っこ抜いたら、それだけでいいできるわけですね。で、すごいのはもう解体して、でそれをそのまま移築すると。僕らよくね、あんな大きな建物をどこどこから移築しましたっていう時、どうやってやるんねんと思ってませんでした、思いました、思いました。これ見せていただくと、本当にこうしっかり崩して移築してまた組み立てたらできますよ ね。だから先人のそういう携わった人がきっちりとこういう仕口継ぎ手を使ってくれれば、解体して欠けたところとか作ろうってですね、文化財ってそうするんですけど、逆に、金剛組の職人さんからすると、そういう修理とか解体を請け負った時に昔の人の技術に驚くこととかってあるんですか。あるみたいですね。棟梁に聞いたら、昔すごいやっぱりそういう仕口があったと、なかなかそう どうやったらハマっとるんかいうのがね、分からんやつがやっぱ出てくるということで、やっぱり腕の見せ合いといいますか、何百年も後に仕事を見られるんで、そのいつになってもね、恥ずかしくない、いい仕事せないかんと、それと神様は仏様の家ですから、これ以上の方のない家を作るということで、金剛組の宮大工の皆さんは今でこう仲間と争ってるんじゃなくて、それに加えてこう
過去の人ともこう技術を争ってるんですね。評価されるのはまあ何年か先になりますね。それといろんな方に見られますよね。はい、いやなんか忘れてたものを思い出したような気分になりました。今回2人が巡った地図はご覧の通り、四天王寺の建立から1400年以上の時を経て点在するさまざまな歴史遺産、風情あふれる街並みに癒されてみては。お疲れ様でした。お疲れ様でした。改めまして、うん、一日ずっと歩いていかがでした。もういっぱいたくさんいろんなところ行きまして、うん、先生にいろいろ教えてもらって、うん、もう四天王寺っていう街がさらに好きになったんですが、うん、例えばあの生玉神社がもう、はいはい、本当に鳥居のところからこれ誰が建てたんですかって、まさか日本の企業の方がね建てられてるとは思わず、ああいうところから特別拝観で入れる場所もあったりだとか、今だけしか感じれないこともあり、昔からずっとあったのに気づいてないこともあり、いろんな発見がありました。本当に何気ないところにも実はすっごい歴史があったりとか、すんごい地理社会科の話があったりとか、そんなの転がってるところなんで、ぜひねテレビご覧の皆さんもこう例えばお子さんとかお孫さんとお散歩行ったりするときなんかに、ちょっとこう大人が子供に教えてあげれるような、そんなねネタを提供できればなっていうふうに今後もね思うんで、またぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。次回は大阪を飛び出し京都の街をぶらり歩きします。それではまたお楽しみに。